7月25日、女子日2回目の来村。明日26日は高山村で志賀高原ユネスコエコパークへの全村登録を記念したフェスティバルが開催されます。女子美術大学の学生もこれに合わせて来村です。今日はフルメンバーですか？この人、はい、フルメンバーで何人7人です。7人少数制で頑張ります。今回は高山村スコーケーブルテレビとの産学官連携事業で制作した成果物の展示発表のほか、フェスティバルに訪れる人たちと楽しいワークショップを開催します。うちわです。ワークショップで、はい、使うのできれいにできています。よしよし、はい、確認もできた。よいしょ。そもそもこういうワークショップは、うちわに絵を描いてもらうっていう、はい、このあ、ごめんね。これね、あ、後ろに好きな絵を描いてもらう。楽しそう。微妙。はじいちゃん。ミフィ。微妙だけど、まあそんな映さないでください。ミフィ。コピペ。こちらのワークショップは何ですか？プラ版です。プラ版。トースターで。そうですね。そうです。じゃあこれとこれを切って、うん、これ切ってもらってもいいですか？オッケー。ハサミ借りていいかい？いいよ。すまんすまん。
7月26日、いよいよフェスティバル当日です。この昨年9月、チャオルでは式典が行われ、高山小学校、高山中学校の皆さんが、ふるさと高山村への愛を発表しました。ユネスコエコパークは、自然と人との調和と共生を図る、地球や私たちにとってとても大切な事業だということが分かりました。別室の展示コーナーでは、自然を大切にし、共存を目指す皆さんが、それぞれの活動を紹介。女子美の皆さんも、産学官連携事業で作り上げてきた作品、成果物を展示です。こちらの部屋では、子どもたちをはじめ、来場者を対象にしたワークショップの準備です。どんな、まあ、楽しんでもらえればいいかなって思ってます。もうちょっとこっち？そしたら縮めたら。そうだね。これだったらこれぐらいになっちゃう。これぐらい。ブローチみたいなやつにしたら。そうだね。いいね。縦に。はい、わかんない。バタバタしてうちはバタバタしてくれる。あ、そうそうそう。ああ、いっぱい子供が来てくれて、まあ、楽しんでくれたみたいなんで、すごいお互いのためになったんじゃないかなって思います。はい。なんか予想以上にたくさん人が来てくれたので、よかったと思います。なんかいろんな世代の子供から、なんかご老人までいろんな方と、なんか接することができて楽しかったです。子供たちみんなに喜んでもらえて、楽しんでもらえて、やった甲斐があったなと思いました。以上です。はい、子供からお年寄りまでたくさんの人に楽しんでもらえて、とても楽しかったです。ありがとうございました。みんな楽しんでくれて思ったより、すごいやりがいがあって、自立してました。ありがとうございました。